東は敵が薄いと思ったんだ。何か、それにしても先ほどの人は誰だったんだ。常陽城は風前の灯火だ。彼らが救い、信長が拾ってやろう。オロチが降臨した。圧倒的な力を誇るオロチは時空を歪め、三国志の世界と戦国の世を融合。三国戦国の英雄たちに戦いを挑んできた。魏軍呉軍はオロチの力の前に屈服。蜀軍もまたオロチに敗れ、皆生死もわからない。蜀の将趙雲も上田城の地下牢にてオロチの虜となっていた。脳裏に鮮やかに残る主劉備が倒れる光景。絶望に沈む趙軍の前に新鮮佐治が意外な情報を持って現れる。囚われてもうどのくらい経ったのだろう。あの日突如現れた魔王オロチの名、世界は歪み、国は滅んだ。世は魔王の恐怖に追われ、人は廃れ、劉備殿も死んだ。大徳は死なぬ。わしは島津義弘、名は明かせぬのある御仁の指図で参った。劉備さんは生きています。本当か。行方は知れぬ。だがそなたの魂は輝きを取り戻したようだ。若き劉備、大徳のために再び登ってみるかね。侵入者だ、侵入者を撃て。その前にまずは追っ手を片付けましょう。今日紫龍、この難局を乗り越え大徳のもとへと急ぐ。
場外の敵は請求、むやみに飛び出しては帰らない。まず西へ進み、脱出地点を目指す。あのお方、仙人様、もしや元に差したのか。本体がいるわ、修羅の庭。決して手を出さず、西寄りの道へと進むがいい。敵将、討ち取ったり。妖精はこれにて去る。日が来たれば、また現れよう。
順調よ。この調子で進みましょう。突入してくるとはしまいのったか。全軍脱獄者を撃ち取れ。貴様そこで口当てろ。Oh!